はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、タレントの武井壮さんがですね、緊急事態宣言下にですね、大宴会した YouTuber たちに対してですね、最終通告とも取れるですね、恐怖の忠告をした件に関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、緊急事態宣言中にですね、YouTuber 約30人がですね、大宴会をして、さらにモラルのない行為をやりまくったせいでですね、現在大炎上をしてますよね。でですね、この件は地上波のテレビでもですね、大きく扱われているんですけども、そんな中ですね、武井壮さんがですね、自身のですね、生配信、YouTube チャンネルの方でですね、このことについて言及したんですね。そしたらですね、こうね、武井壮さんいつもニコニコしてですね、なんかこうね、いい兄ちゃんみたいな感じなんですけども、かなりですね、顔をですね、険しくしてですね、そう、YouTuber たちに対するですね、こう最終通告とも言えるようなですね、厳しい言葉を残したんですね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてこの武井さんのですね、発言はですね、果たして説得力があるのかということに関してですね、僕なりにいろいろと話をしていきたいと思います。はい。まずなんですけども、文春の方で報じられた内容をね、本当にさらっとだけ復習しますと、要は緊急事態宣言中に水溜りボンドのトミーさんがね、やってるですね、お店の方で深夜まで開けてですね、お酒も提供してどんちゃん騒ぎしましたよと。で、その後にですね、その路上喫煙ポイ捨てだったりとかですね、あとは、タッションですか？うん。ゲラゲラ笑いながらタッションしたりだったりとか、あとはですね、二児のママにも関わらずですね、ベロンベロンに酔っ払ってですね、そのね、道路にね、座り込んで立てなくなってる姿だったりとか、そういうですね、モラルのない姿をですね、がっつり撮られちゃったわけなんですよね。はい。だからこれがですよ、例えばなんですけども、本当にね、粛々とした感じでね、どっかのお店に集まってですね、お酒もね、大して飲まずにですね、軽く会食してだけ帰ったみたいなタイプの30人のですね、宴会とはまた全然違うんですよね。なんかこう、すごくですね、こうね、なんていうのかな、こう下品な飲み方してるんだなっていうのがすごい伝わってくる感じの、飲み方だったわけですよ。はい。いわゆるですね、4月かとかですね、5月ぐらいになるとですね、繁華街とかにですね、新歓コンパでですね、とかでですね、その超も大盛り上がりしてるですね、大学生とか行ったりするじゃないですか。で、ああいう連中が飲み終わった後にですね、お店の前に出てですね、ずっとなんか大声出したりとかですね、騒いだりしながらあそこでたむろしてたりとかして、前通る時とかって本当うざかったりするじゃないですか。ね、もうだからまさにあんな感じっていうんですか。なんか大学生の集団だなみたいなね、なんか立ちの悪いサークルの大学生の集団みたいな飲み方をですね、いい大人たちがしていたっていうのもあってですね、かなりそこが叩かれてるっていう感じなんですよね。はい。で、水溜りボンドさんは活動休止したりとかですね、いろいろしてるわけですよ。はい。で、そんな中なんですけども、武井壮さんがですね、コメントをね、これに関して出したんですよね。で、僕はですね、ちょっと何の番組か忘れちゃったんですけど、そのね、土日にやってるですね、なんかの番組でですね、武井壮さんが出ててですね、その番組内でこのニュースが取り扱われたんですよね。そしたらですね、武井さんをですね、あんまりこう厳しいこと言わなかったんですよね。うん。いや、ちょっとね、これはやっぱりどうかと思いますよ、くらいな感じっていうんですか、なんかこう、ふわふわふわーっていう感じで、あんまりですね、がっつり言及しなかったんですけども、実はですね、武井さんですね、自身のですね、YouTube の生配信の方では、かなりですね、これにね、時間を割いてですね、言及をしてるんですね。そしてその内容がですね、かなり怖いと言いますかですね、はい。もう最終通告とも取れるような内容だったんですね。じゃあ一体ですね、この武井さんがどんなことをですね、生配信で語ったのかってことをですね、ちょっと振り返っていきたいと思います。はい。まずですね、このことに関してですね、生配信中にですね、視聴者さんから質問が来たんですね。武井さんは今回の件どう思われますか的なね。はい。そしたらですね、武井さんは何て言ったかっていうとですね、険しい顔をしながらですね、はい。どうも、もう何もねえわな。緊急事態だ。まん延防止だって言ってる最中よ。31人集まってカラオケして、酒飲んでワーカーやってるなんてさ、責任取らないとあかんじゃないのというふうにですね、こう怒りをにじませた感じでですね、言い出したんですね。はい。で、さらにこうも言いました。どうやってお金もらってんのって話じゃん。動画をたくさんの人に見せてるから入ってきてるお金なんだけど、あくまで広告料じゃん。普通の人がさ、1年、10年とかかけて稼ぐ金を簡単にさ、数ヶ月で稼いだりしてるわけじゃない。それをこんなにみんなが苦しいって言ってる時に遊びほうけてやっちゃダメだよ。というふうにですね、苦言を呈したわけですね。はい。で、さらにですね、武井さんは止まりません。当然そこでいっぱいお金をもらってたら、モラルは求められるのさ。だけど、それを分からず、俺らの価値が高いから金を稼いでんだって思ったら、こういう活動になるんだろうなというふうにですね、釘を刺したんですね。で、さらにですね、そのうちこういうふうに叩かれ始めるんだよ。芸能人が一時ね、もう何をしても叩かれたかのように、恋愛したって不倫しても、薬もそうだけど、遊んでも何しても叩かれるような時代ね。これから YouTuber の皆さんがターゲットになるんじゃないですか？だってニュースになるから、というふうに言い出したんですね。はい。
つまり、おい YouTuber たちと、お前らはもうこれから先俺たち芸能人と一緒だぞとね、これからいろんなことすると大変なことになるぞ、俺たちみたいに何でもかんでも報道される側になったんだぞということですね、言い出したわけなんですね。で、さらにこう思いました。皆さんはもう成功した高額納税者であり、たくさんの収入を得ている成功者なので、これから先はそういうのにやり玉に上がるんでしょうね。覚悟しといた方がいいですよ。女絡みでだらしない人とかも多分いるだろうし、お金絡みでだらしない人もいるかもしれないし、ある意味俺らと同じような境遇になったってことよね。気をつけた方がいいよというふうにですね、まあ、このようにですね、重ね重ねですね、 YouTuber の奴らにですね、いいか、お前らはもう俺たちと一緒な、芸能人と一緒なんだぞ、今なんかいろんなことやってる奴は気をつけろよ、もうお前ら報道されんだぞっていうふうにですね、忠告したっていう感じですかね。はい。でですね、じゃあここに関して僕はどう思ったのかっていう話なんですけども、まあ僕が思ったのはですね、確かにこれから先ですね、YouTuber の事件がもっともっとですね、頻繁に報道されるんじゃないかなっていうふうに思いました。というのは何かっていうとですね、今回の一件でですね、大きすぎる前例を作ってしまったんですよね。というのは何かっていうと、いわゆるですね、YouTuber の人たちがですね、その地上波のテレビでですね、ニュースとかで取り上げる場合ってどういう時かっていうと、まあ大概ですね、その警察が絡んでる時なんですよね。まあ例えばヘズマリュウさんだったりとかですね、他にも何人もいましたけども、うん。まあ、いわゆるその犯罪行為をした場合はですね、結構 YouTuber もテレビに取り扱われることが多いんですよ。はい。まあ、ただですね、そう YouTube 業界といいますか、まあ、犯罪ではないんだけど、やっちゃいけないこととかして大炎上した YouTuber だったらね、5万といるじゃないですか。でも、ああいう人たちって、ぶっちゃけ地上波では放送はされないんですよね。まあ、せいぜいネットニュースかな。ネットニュースにはなるくらいにはなるんですけども、やっぱね、地上波のニュースで犯罪以外ってなるとなかなか扱われないくらいのレベルだったんですよ。まあ、ただ今回の一件っていうのは別に犯罪ではないわけですよね。彼らがやったことは。ね。大宴会したことは犯罪ではないんですけども、にもかかわらずですね、テレビで大きく取り扱われたんですね。これがですね、今までにないまさに前例を作ってしまったわけなんですよ。で、実際問題ですね、いろんな番組でこれ扱い言ったわけですよ。で、テレビがこんだけいろんなね曲いろんな曲がですね、このニュースを扱ったってことは、要はその視聴率を見込めると思ったんですよね。まあ、彼らも言ってみたら視聴率のために番組やってるんで、その放送するニュースもですね、視聴率を取れるものにですね限ってちゃんとやってるっていうのはこれ当然の話なんですよ、プロとしてね。ってことはですよ、これだけたくさんの曲がやったってことは、もうこれ使えるぞとね、これ視聴率取れるぞと踏んだわけですよね。で、実際問題テレビでやってかなり話題になってたんで、彼らもですね、テレビ局側もね、しめしめと、これね、 YouTuber のこういうニュースはこれ結構いけるぞっていう風にですね、今回の件でですね分かったと思うんですよね。となると何が起きるかっていうと、今後ですよ、今後、うん、例えば、そのなんでしょうね、YouTuber がですね、まあ何股かしていたとかですね、そういうのも結構報じられたりとかするんじゃないのかなっていうふうに僕は思うんですよね。うん。まあ例えばですよ、例えば、今現在だったら報道されちゃうんじゃないだろうなっていうニュースで言うと、1年前か2年前くらいですかね、あの YouTuber のこれこれさんっていうね、なんかその YouTuber のですね、裏とか暴露してる人いるじゃないですか。で、あの人がですね、フィッシャーズの中のペケタンさんっていう人がですよ、なんかファンの女の子たち複数人相手にですね、かなりタチの悪いですね、女遊びをしてたっていうことをですね、まあいきなりホテルに連れ込んだりとかね、はい。してたっていうことを全暴露したじゃないですか。そしたらその結果、まあ、ペケタンさんはですね、活動休止にね、追い込まれたわけですよね。まあでもあれはあくまでそのネットの中の話であって、かつネットニュースにはなったけど、地上波とかでは報道されなかったんですよね。まあただですよ、今後ですけども、もしかしたらこれがですね、地上波だったりとか、もしくはその文春さんみたいなそういう週刊誌もですね、そのフィッシャーズの一員がこんなことして、みたいな感じでね、報道されるっていう可能性は僕はあるんじゃないのかななんていうふうにね、思うんですよね。うん。で、そういう時代になってくるとなるとですね、まあ YouTubeYouTuberたち首洗って待ってろよっていう状況になるのは、これ間違いないんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ結局ですね、YouTuberの人たちっていうのは芸能人に比べて全然何も追いかけられないわけじゃないですか。で、追いかけられないからこそですね、油断してですね、自分たちの影響力を使ってやりたい放題やってるわけじゃないですか。お金関係、女関係とかね。多分僕はもう叩けば埃が出てくる連中なんていくらでもいると思うんですよね。で、実際問題、今回のそのトップ YouTuber 30人のですね、このね、大宴会によってですね、YouTuber っていうですね、人種がですね、いかにいい加減でモラルがないかってことがよく分かったわけじゃないですか。ね。ってなるとですよ、ってなると、この業界叩けばいくらでも埃が出てくるぞって話なんですよね。だから僕が思うのはですね、すでにですよ、今回の件で文春さんだったりとかですね、もっと言うと他のところが味を占めてですよ、あれちょっと待てよと、これ YouTuber のこういう記事、これアクセス数稼げるぞとかですね、そういう風にですね、いろんなことを学習した結果、今からですね、他にいろんなことやらかせる YouTuber をさらに調べてですね、ガンガン吊るし上げていったりとかですね、するんじゃないのかななんていうふうにですね、僕は見てますね。うん。何度も言いますけども、叩けばいくらでも埃が出てくる連中だと僕は思うんでね。はい。もう簡単にね、いくらでもポロポロポロって出てくると思うんですよ。うん。じゃないとね、それくらいのね、低いモラルじゃないとですね、こんなことしませんからね。はい。まあ何にせよですね、ね、YouTuber 首を洗って待ってろよというですね、状況にね、なってしまったわけなんで、まあ今後はですね、おとなしくですね、ちゃんとね、うん。いや別にね、そんなん簡単ですからね、ルール
ールを守ったりとかですね、モラルある行動をすることなんて誰しもやってることですから、うん、普通にできますから、うん。ね、悪いことしないとかね、人に迷惑かけないなんて、ね、人間当たり前のことですから、誰だってできることですからね、うん。まあ今まで許されてたね、散々やってもバレなかったのが YouTuber ですけど、もう気をつけた方がいいよというね、話ですね。はい。というわけでですね、今日はここに入れます。この話にですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントだったらね、ぜひお願いします。どうもありがとうございました。